たった5口でこんな汗かいてきた。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回はですね、神奈川県、こちらみなとみらいですね、みなとみらいにあります、陳健一麻婆豆腐店みなとみらい店さんに来ております。こちらですね、まあ、テレビのね、いろいろこう有名で、まあ、出演されているね、陳健一さん、はい、中華料理人のレジェンドです。要約すると麻婆豆腐のレジェンド、日本で初めて伝えた、お店なんでね、もうこの日本の麻婆豆腐はここにありと言っても過言ではないお店です。で、今回ですね、もちろん、このね、陳健一さん一押しのね、麻婆豆腐、この麻婆豆腐セットというものにちょっと、食べていきたいかなと思います。今回の、ね、辛さレベルが選べるんですけれども、下から甘口、小辛、中辛、大辛、激辛と、このね、5段階に、選ばれるんですけれども、一応ね、なんか裏メニュー、本当はやってないんですよ。メニュー表には基本的にはないんですけども、特別にね、今回、激辛以上の、まあ、ちょっと超激辛というか、まあ、超激辛にしておきましょう。超激辛、裏メニューの超激辛に挑戦させていただくことになります。店舗に訪れて裏メニューの激辛以上に辛させてくださいって言ってもちょっとね、材料の関係上できない場合があるんで、その辺はご了承いただければと思います。普通に美味しく、まあ、当店のおすすめとしては中辛というふうに説明書きがあります。それではちょっとしばし待ちましょう。来ました。はい、こちらが麻婆豆腐セット、辛さちょっと裏メニューの、まあ、超激辛にしましょう。はい、超激辛です。はい、これ何度も申しますけども、メニュー表には載ってないメニューなんで、はい、じゃあちょっと早速いただきましょうか。はい、いただきます。さあ、麻婆豆腐セット超激辛お手並み拝見ですよということで、はい、じゃあまずね、これね、いきましょうか。いただきます。香りがめっちゃいい。いただきます。香ばしい、うまい。これだけハバネロの辛みががっつり効いてますけど、口がビリビリしびれます。お、うん、やっぱね、このハバネロの強烈な辛みと山椒だね、このダブルパンチを、これ結構辛い。たった5口でこんな汗かいてきた。やばいね。こんなに辛いと思わなかった。不意打ち食らった感じ。めっちゃ辛くて口が痛いんだけど、なぜかスプーンは止まらない癖になる味わいですね。あ、すごいな、こんな汗かくんだ。
これは辛い。結構辛いわ。これ水を飲んだ後に山椒のしびれがシュワシュワシュワ。辛い。辛い。結構辛いわ。残りわずか。最後はもうご飯はね食べたんで最後これだけ。辛い。これごちそうさまでした。食べました。これね最後セットで杏仁豆腐が、ちょっと杏仁豆腐でお口の中をまず癒したいかなと思います。それでは辛さレベルの発表していきましょう。陳建一麻婆豆腐店みなとみらい店さんの麻婆豆腐セット、裏メニューの辛さ超激辛辛さレベル、じゃららら、じゃあ辛さレベル8です。おめでとうございます。8でございます。はい、いやーもうね超激辛唐辛子ハバネロを使ったね、辛みを出したメニューでね、まあ辛いね、ガーッとこう口の中を焼けるようなこの刺激的なものです。しかしねやっぱりねこの、これ特製のラー油とか、様々な香辛料でね、このとにかく香りがいい、香りがいいもんだから口に運んだら痛いんだけどなんかまだ食べたくなる、そしてご飯がバクバク進む、そんな一品かなと思います。はい、でまあ好みによってね、青山椒赤山椒まあいろいろありますんで、まあしびれ好きの方はね、ちょっとしびれが足りないという方はね、そういったね卓上の山椒使ってみてはいかがでしょうか。はい、いや本当美味しいね。重ね重ね言いますけども、今回食べたねこの辛さレベル超激辛に関してはメニュー表にはありません。お店に行ってももしかしたらあの在庫状況によっては頼むことができないのでね、その辺ちょっとご了承いただければと思います。はい、うんしうん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 だからうん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 、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログやツイッターと更新しますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。あっちょー。